203m、幅は243m ございます。中が空洞になっている中空重力式ダムといいます。その方式の中では日本一古いダムで、昭和32年に作られました。伊川線はこの伊川ダムの建設資材を運ぶために敷かれた鉄道です。伊川駅のトンネルの先にあった道平駅は貨物専用駅として扱われ、今では廃線小道として散策ができます。ご覧いただきますと、赤い橋の奥多井レインボーブリッジをご覧いただけます。右側前方をご覧ください。奥多井レインボーブリッジをご覧いただけます。この橋は奥多井古城駅を挟んだ両端に架けられております。あの東京都にありますレインボーブリッジよりも約3年ほど早く奥多井レインボーブリッジは完成しております。絶好のシャッターポイントですので、どうぞご覧ください。先頭車両からまもなく左側をご覧いただきますと、昔の約28年前まで使われておりました線路やトンネル、鉄橋がご覧いただけます。あれだ。この長島ダムのダム湖、節底湖が満水になりますと、すべてが水に満たされるほど、水量が多いです。長島ダムのダム湖、節底湖は、長島ダムは失礼いたしました。水量調節用ダムということもあり、この節底湖が満水になるのは100年に一度あるかないかと言われております。まもなく湖の上の駅、奥多井古城、に到着です。お出口は進行方向向かって右側です。停車時間は大変短いです。
お降りのお客様以外のお客様は車内にてお待ちください。奥大井湖上に到着です。お出口は右側です。前方よし、後方よし。前方よし、後方よし。列車は再び奥大井レインボーブリッジを渡っております。右側に見えます歩道は遊歩道として歩いて渡ることができます。瀬戸峡温泉までのハイキングコースの一部として知られております。次は瀬戸峡温泉です。